いました。ユニトラックの今後の展開は、まあ、多かった質問なんですけども、はい、まあ、某 T 社さん、はい、まあ、に比べまして、あっちの青い、青いものですね、はい、比べまして、はい、まあ、ポイントの種類、そうですね、ポイント数少ないですね、まあ、アイテムですね、はい、アイテムの数が少ないと、まあ、実際ですね、調べてみますと、こんなこと言わない方がいいですね調べてみますと、まあ、いろんな種類のポイントがあるんですけど、売れるポイントって大体決まってるんですよね、なので、ただうちのポイントには遊びがない、それ以外でちょっとこういうものが欲しいなっていうものには、確かに青い会社のよりはちょっと力が劣ってる部分があるのかなと思います。ですから何かしらその、まあ、楽しみというか、プラスアルファの部分を鮮度でやっていきたいなというふうには考えてるんですよね。まあ、今年、まあ、真ん中にもちょっと資料が貼っておりますけど、ユニトラックが30周年を迎えたということで、1年間ここから通しまして、いろんなものをね、面白いものをやっていきたいなというふうに思っております。そうですね、例えばターンテーブルとかね、ターンテーブル、はい、みたいなものもやっていきたいなと思います。あとは、昨日もちょっと言われたんですけど、副先生のなんかですけどね、それは外周、今現在ね、内側の付箋線路を作ったんですけれども、中一線空いてる状態の、はい、まあ、付箋なのか、まあ、ちょっとそういう感じになってますよ。で、これいろいろ考えられて作って、そのわざとそうしてるんですけれども、まあ、需要では、皆さんの意見では、やっぱちゃんとくっついた付箋が欲しいんだよという意見がだいぶ出てもらいましたので、その今現在の11に対応する外側の付箋を、まあ、設定しようかなというふうに思います。そうするとこう完全なる複々線が、まあ、関東付きの線路で展開できるというようなことは、まあ、まあ、近々できるんじゃないかと思います。あとはですね、複線を使ったような例えば駅の、そうですね、その通りですね。で、その複線プレート系というものを、まあ、さらにその展開したときに、まあ、侵入してこう広がるような、今度は金庫型駅舎、新しくできた駅舎をコミにしたそのシステムが中に入れられるような駅周辺の線路、こちらの方も発売したいなというふうに思います。はい、あとは、まあ、あれですね、加藤さんの一番長い、レールが241mm、はいはい、ちょっと短いんじゃないかと。ちょっと短いよ。あ、そうですか。意外と短い。あ、そう、意外と短い。車体長みたいな。長い線路が欲しいという方もいらっしゃるんで、そういうこともあるかと思います。今それは一応予定にはないです。長い線路も、まあ、要望があればですね、作っていきたいと思います。過去に HO ゲージではやっぱり短いということで369という長い線路を一回作ってみました。そしたら結構売れましたね。というか、まあ、需要があるんですよね。皆さん欲しい、もっとつなぐのを直線に伸ばすのに何回もやるほど楽だろうしということで、ありますので、まあ、短い方ももしねチャンスがあれば、考えたいなと思います。はい、あとはもう、いろいろやるんですね。確か、踏み切りでしたっけ、踏み切りじゃない、信号機なんかやりますね。信号機思い出せます、いや読めばいいのか。アンチョコでちょっと、はい、そうですね、もう番号も決まってるんですね。外側の複線線路が V16 という名前です。駅構内セット V15 という、あ、こんなところで言っちゃっていいんだろう。言っちゃった、言っちゃいいですね、はい、皆さん車両の方が興味ありますもんね。線路もです。 ありがとうございます。ユニトラック今年頑張ります。よろしくお願いします。あとはさっき言いましたですね、ポイントも出ますね。自動踏み切り、ターンテーブル、まあ、いろいろあります。
DCGA の対応なんてことは自社で出すと、それ以上は言えませんね。それ以上は言えませんね。はい、まあいいですね、この辺で、はい、ちょっとリップサービスですね、はい、いろいろやります。30周年のユニットアップをね、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、でまあ続きましては、まあ、その、まあ、ユニットの話ですか。ユニットラムの、今後の展開はということで、はい、まあ、あとまあ開発の秘話とありました。そうですね、もう発表されておりますように、あの交差、何でしたっけ、社長がね、あの昨日おっしゃったんですけど、交差点で十字クロスやりたいということが、もう次の段階では決まっております。ということで、まあ、徐々には行きたいなというふうに思いますが、ポイントとかですね。そうですね、ポイントも行きたいですね。あとやっぱりそれに関わるような形で、あのやっぱりその DCC、昨日も DCC のことでちょっと言い忘れたんですけど、このユニトラムっていうのはドミネーションなので、それにまかなるようなそのデコーダーをね、ちょっと今開発しております。それで、その全体的な、トータル的なその下回りのそのドミネーションっていうものも少し楽しめるように、展開としては考えています。あとはね、あの、まあ、車両も皆さん興味あるでしょうけど、我々のやりたいのは街づくりというのを実際やりたいということがあるんですから、あちらの方にね、人形を新しく、国道会長で発表しましたけど、まあ、車椅子の人形であるとかですね、そういう街の、ね、いろんな方々の構成要素も含めて、どんどんその街を充実させるというね、方向で、商品化をしていきたいなというふうに思っています。はい、開発費は、そうですね、なんかもう開発費用はね、もう悲惨なんで、ここで言えないです。本当にね、もう5年ぐらいもっとかかりましたよね。もうここでもう発表するって言ってから3年ぐらい経ちましたので、我々もずっと苦しいまんまの製品化もしましたけど、途中なんかもうこんなところではすぐ言えません。何か興味あることとか質問とかありました、この辺についてとか。まあ、開発費用しか書いてないですね。あとは、まあ、なぜ今ユニットラムなのか、なぜ今ユニットラムなのか。そうですね、あのやはり今はそうなんですけれども、将来やはりそのヨーロッパなんかを見ていきますと、その路面電車っていうその交通手段がその街を形成する一つの手段として随分活用され始めているっていうのが、まあ、ヨーロッパではありまして、それを日本でもまあ起きるんじゃないかっていうところはちょっと考えています。例えばまあ、現実に具体化するかどうか分かりませんけれども、池袋であったりとか横浜であったりとか宇都宮であったりとか、いろんな地域のところでその路面電車を使ったその交通媒体をどう、街づくりをどうしようかということがやっぱりだんだん質問の運動もレベルですけども進んでおります。でそういったものがなった時に、日本のその鉄道の事情の中に路面電車というものが、まあ、一つのジャンルとして将来発展するんじゃないかなというふうに我々は考えています。まあ、それに逆に協力したいということもありまして、まあ、ユニットラムの将来の夢を描くような模型を作っていきたいということで作ったというふうに思います。